2022ゴルモバプレゼンツ74大二郎カップラウンド3エキスパートクラス決勝のスターティンググリッドです。ポールポジションからスタートをしていくのはゼッケン52田中光、2番手ゼッケン93中山優吾、3番手ゼッケン3番田中風斗、4番手がゼッケン92和地光成、5番手ゼッケン95宋優太、6番手はゼッケン47椎名、そして7番手がゼッケン77木村龍之介となっています。12周の決勝、レッドフラッグマンが退去しまして、今スタートをしていきました。一斉にいいスタートを切りまして、まずはホールショットを奪っていくのはゼッケン52ホールポジションスタートの田中光になったようです。その後ろに今日3番手スタートのゼッケン3番田中風斗がつけているでしょうか。そしてそのイン側から2番グリッドスタートゼッケン93中山優吾が入っていこうとした第一ヘアピンなんですが、ちょっとここは入りませんでした。そして4番手につけているのは、これはゼッケン92の和地光成になっているか、またはゼッケン95宋優太でしょうか。最終コーナーを立ち上がってきました。まずはオープニングラップを終えていく各ライダーです。コントロールライン通過。オープニングラップの順位をお伝えしておきましょう。先頭でコントロールラインを通過したのはゼッケン52田中光、2番手がゼッケン3番田中風斗、そして3番手がゼッケン93中山優吾、そしてその中山優吾がですね、今第一ヘアピンのところで再び果敢に攻め入ったんですが、その間を縫って入ってきたのがゼッケン95宋優太。宋優太は一つポジションを上げました。3番手に上がっていきます。オープニングラップの順位は宋は4番手でした。そして5番手が和地光成、6番手が椎名、7番手が木村龍之介という風になっています。コントロールライン通過、2周完了、3周目の周回です。残りは10周さあ、そして2コーナーのところでゼッケン93中山優吾が入ってきました。順位が入れ替わるんですが、そこを再び田中風斗が2番手を奪い返していくアクションを今第一ヘアピンで起こしたんですが、順位変わりませんでした。第二ヘアピンはどうだ。今勢いがあるのは2番手にいるゼッケン93中山優吾のようですね。前にいるゼッケン52番の田中光を果敢に攻め上げている。そして最終コーナー入ってきたイン側、ゼッケン93中山優吾が最終コーナー手前でトップに立ちます。そしてサイドバイサイドのままコントロールラインを通過して、1コーナーで先頭に立ったのはゼッケン93中山優吾。順位が動いていきます。前半の周回です。そして第一ヘアピンでは再びゼッケン52田中光が前を奪っているでしょうか。さあ、そして第2ヘアピンはどうだ。第2ヘアピンはどうやらゼッケン93中山優吾が前にいます。中山優吾、田中光というオーダーになっているようです。その後ろが田中風斗になっているでしょうか。あーっと、今最終コーナーで2台接触転倒があったでしょうか。これは今コントロールライン通過していきますが、あー、ゼッケン52の田中光とゼッケン95の宋優太が接触転倒でしょうか。順位が変わっていく。これによりまして先頭に立ったのはゼッケン93田中風斗になっていると思います。そしてその後ろなんですが、さあ順位がまた入れ替わっている。今映像に映し出されているのは蛍光のグリーンとそしてピンクのつなぎ、ゼッケン47椎名です。さあ最終コーナーを立ち上がってくる。まず先頭で立ち上がってくるのはゼッケン93番をつけます中山優吾です。そして2番手にはゼッケン3番の田中風斗、3番手に椎名、椎名は3番手に上がってきました。4番手は地光成、そして5番手が木村龍之介、その後ろにゼッケン52田中光、さらにはゼッケン95宋優太というオーダーになっています。さて先ほど前半の周回での接触によりまして、ちょっとこう列が、この隊列がばらけたような感じ、トップの中山と2番手の田中、この2人のギャップ結構ついてますね。今まずは中山がコントロールライン通過、そして2秒ほどでしょうか、遅れて2番手のゼッケン3番の田中風斗がコントロールラインを通過。ただですね、今3番手に和地光成が上がりまして、3番手争いは熾烈になっている。3番手の和地に対して4番手椎名はしっかりついている状況なんですが、この後後半で順位の方がどう変わってくるか。そしてその後ろ、少し間隔は空いていますが、ゼッケン77木村龍之介もその3番手争いに加わっていこうというような勢いのある走りを見せています。2番手ゼッケン3番をつける田中風斗、さらにその後ろ3番手4番手が近いですよ。コントロールラインをトップが通過、そして3番手争いも通過をしていく。前のエンジ色っぽいマシンが和地光成、そして後ろの緑とピンクのマシンが椎名ということになっています。
先頭は今第2ヘアピンあたりまでは来たでしょうか。第2ヘアピンを今クリアしていく、そして映し出されているのはこのレプトロカラーのゼッケン3番田中風斗です。やっぱりこれ徐々に、おそらく中山雄吾のペースがいいんだと思うんですが、2番手の田中風斗に対して少しずつアドバンテージギャップを広げているという感じですね。コントロールラインを通過、残り4周です。そして3番手争いがこの距離、後半も激戦になることは間違いないと思います。そして今少し遅れるような形でゼッケン50に田中光がコントロールラインを通過していきました。そして先頭に話を戻します。先頭は今第2ヘアピンを通過、最終コーナーへと向かっていきます。2番手の田中風斗もそのトップにいます。中山雄吾を追っている。コントロールラインに戻ってきます。ゼッケン93、中山雄吾コントロールライン通過、残りは3周。1コーナー2コーナー、綺麗なラインを描いていきます。そして第1ヘアピンに入っていく。立ち上がり重視で今立ち上がってきました。同じく2番手の田中風斗も同じライン。3番手4番手はこの距離だ。この3番手4番手は地高生と椎名なんですが、どっちが気持ち余裕があるでしょうかね。やっぱりこういう時っていうのは追っている側の方が余裕があるのか。そして映像はゼッケン93、中山雄吾のシーンを捉えています。最終コーナーを立ち上がる。そしてその後ろからこの距離でゼッケン3番の田中風斗がコントロールライン通過。そして3番手4番手がかなり近くなってきた。ゼッケン92番の和地高生、そしてゼッケン47の椎名。さあ椎名がこの勢いに任せて第1ヘアピン、どうだ。第1ヘアピンは和地高生に軍配が上がっているようです。さて5番手の木村龍之介なんですが、その3番手4番手にはまだちょっと混ざれないという感じでしょうかね。残り周回数も少なくなってきます。先頭ゼッケン93番の中山雄吾、最終コーナーを立ち上がる。コントロールラインを今通過していきます。ファイナルラップに入っていく。2番手のゼッケン3番の田中風斗も懸命に追ってはいるんですけれども、なかなか距離が縮まらない。そして今第1ヘアピンへと入っていく中山雄吾です。アクセルを緩めることはありません。そしてかなり体を入れまして第2ヘアピンを立ち上がる。ああでも田中風斗も結構いい今コーナリングを見せましたね。そして最終コーナーを今立ち上がってくるゼッケン93、中山雄吾です。このままトップでチェッカーフラッグを受けることになりそうですね。ガッツポーズをしながら見事トップチェッカーを受けました。そして2番手に入りましたのがゼッケン3番の田中風斗。そして3番手4番手対決はどうだ。ゼッケン92、和地高生がどうやら最後の一角表彰台を勝ち取りました。4番手椎名、そしてその後ろ5番手木村龍之介、6番手にゼッケン52田中光ということで、チェッカー最後ゼッケン95、接触が序盤にありました。そういうた今チェッカーになりました。さあこれによりましてゼッケン93をつけます中山雄吾は大二郎カップ初優勝を飾りました。ではレースリザルトです。優勝はゼッケン93中山雄吾、2番手がゼッケン3番田中風斗、3番手ゼッケン92和地高生、そして4番手がゼッケン47椎名、5番手ゼッケン77木村龍之介、6番手がゼッケン52田中光、そして7番手がゼッケン95宋優太ということで、ラウンド3終えています。後半戦も楽しみになってきたこの大二郎カップエキスパートクラスです。